はい、ということで最近のリアルな私服ルックブックリクエストが多かったので撮影したんですけど、私も久しぶりだから結構気合い入れてね撮影したんですけど、なんせ漏れてないんですよ。なんか顔が本当に気持ち悪くてイライラしながら編集してるんですけど、服を見てください。ごめんなさい、なんか気合い入れすぎて逆に空回っちゃったのかもしれないです。ということで1着目はこちらです。寒くなるとトレーナーとかパーカーとか着がちでカジュアルになっちゃうんですけど、本当にこの格好はねリアルに週 2,3 ぐらいでしてるんじゃないかな。散歩とか絶対こんな感じだし、ちょっとサウナ行ったりどっか夜ご飯食べに行くとかは基本こんな感じのスタイルが最近多いです。シュプリームで買ったトレーナー、裏起毛なのであったかくってサイズは S サイズかな、可愛いので買いました。可愛いよねこのトレーナー。パンツは TW っていうブランドですごい愛用してます。夏場も使えるし、本当にこのパンツは買ってよかったなと思ってます。しかも私バカなのがね、なんか1着目も2着目もニット帽かぶったんですけど、こういう帽子をかぶってさ前髪が変になるスタイリングをなぜ最初に持ってきたのかと後悔しました。これで髪の毛もなんか漏れないという事態が発生しました。はい、2着目はこちらです。可愛くないですかこのアウター。エトレで買ったトレンチコートなんですけど、ボリューム感がたっぷりあるんですけど柔らかくて上品な落ち感を出してくれるトレンチコートで、しかもグレーというところで一目惚れして買ってしまいました。いつものスタイリングにこうバサッと羽織るだけでコーディネートを格上げしてくれるこの秋おすすめのアウターです。トレーナーにトレンチコートは秋だからできるスタイリングって感じで結構テンションが上がります。好きなスタイリングです。3着目のコーディネートもね最近すごい好きでいっぱい着てます。このトップスがプレイ ID とピエールカルダンのコラボアイテムで、ブランドロゴの P マークと金のメタルのボタンが可愛いデザインだよね。ボトムはちょっとボーイッシュな感じでダボっとしてるけど、トップスが女性らしいっていう合わせはすごく好きな合わせなので最近たくさん着てます。そしてこのブルゾンはネイブのブルゾンで、以前モデルをやらせていただいた時にもう可愛すぎてそのままオーダーして買いました。程よいダウン感がカジュアルすぎず軽く羽織りやすいデザインになってて、いろんなコーディネートが楽しめるし、しかもこれ撥水だし薄手で軽いんだけどちゃんとあったかいので今年大活躍しそうだなと思ってます。しかもまださがっつりな冬アウターは出さないじゃないですか。今このぐらいの時期から着れるブルゾン、長く着れるブルゾンだから買ってよかったなと思ってます。あと何よりもこのヘリンのボーイフレンドパンツが好きすぎて秋仕様も買ったんですよ。夏もずっと履いてたんだけど秋用も買っちゃいました。ストレッチ効いてる素材だから見た目よりもね柔らかくってさらっと履ける履き心地なので本当におすすめのパンツです。はい、続きましてはエトレで買ったこのシンプルだけどマジでどのインナーにも使ってるっていうぐらい着てるトップスと、最近デニムって言ったらこれしか履いてないってぐらい大好きなブラックのデニムに、今季奮発して買ったマジで高かったんですけどアイレネのジャケットです。展示会に行かせていただいたから少し安く買わせてもらえたんですけど、ちょっと反省した。秋冬ねちょっと調子に乗って奮発しすぎたなってマジで少し反省した。だから春夏本当に抑えます。みんな止めてください。また暴走してたらまあ本当に真似しないでください。いつものことごとくあみずきちゃん服好きすぎて買ったんだなぐらいに思って自己満でやらせてもらいます。長くずっと着たいって思えるジャケットに出会えて嬉しいです。この切り替えのクロスのステッチとか配色とか細部もこだわられてる感じがねすごい可愛くてお気に入りです。次のコーデはディズニーの時に着てたコーデなんですけど、このニットラインバンドっていうブランドで、たまにここのブランドでセールやってて、その時にあ今だっていうのでセールでここは2回だけ買ったことあるんですけど、可愛いんですよ。ニットがすごい可愛いからぜひみんなチェックしてみてほしいです。みんな知ってるか。パンツは刺し食いで、前にも購入品紹介で紹介したコーデュロイのパンツなんですけど、買ってよかった。本当にむっちゃ履いてますね。コーデュロイのパンツかわいい。いろんなコーデに幅広く使えるし着回し効くっていうのと、今時期は特にコーデュロイを履きたくなるので見た目もほっこりしてて可愛くてお気に入りです。買ってよかったです。はい、次これ本当に好きです。今
在庫見たらまだ在庫があったから、本当に本当にこれ今季買ってよかったからみんなにも見てほしいんですけど、ブラックバイマウジのリブニットオールインワンなんだけどね、可愛いし楽だしあったかいし大好き。これワイドすぎず細すぎないシルエットにこだわったニットオールインワンで、楽すぎて衝撃です、感動してます。胸元が開いてるからインナー必須なんですけど、ロンティーとかタートルネックを中にレイヤードするのも可愛いし、私はキャミを着て首元鎖骨周りを見せてすっきり女性らしく着るのが今は気分です。さっきも着てたネイブのブルゾンを着て、こんな感じでオールブラックも可愛くて気分ですね。ちょっと余裕のある大人っていう感じがしませんかねあとブーツも今季ブラックバイマウジーで買ったブーツで、このブーツ毎年即完売の大人気のサイドバーブーツ、ようやく手に入れました。長年履いてたザラのブーツもう履けなくなってしまったので、今年の秋冬はねこのサイドバーブーツに助けてもらおうかなと思ってます。履きやすいしスタイリング選ばずオールシーズン使えるブーツで、たくさん使うことになりそうですね。このトップスめちゃ可愛い、アリアで買ったんですけど、これ2ウェイで前後ろどっちも着れるんですよ。可愛くないですか？とにかく着心地が良くって柔らかいです。肌に密着してても着心地よく着用できるからストレスフリーで、気分に合わせて前後2ウェイで着て楽しんでます。羽織ってるのはこのシャツ感覚で羽織れるヘビーウールジャケット、トゥデイフルで買いました。可愛いですよね。可愛い。本当に今時期の季節の変わり目の羽織物としても着れるけど、ウール 100% で保温性があるからめちゃくちゃあったかいんですよ。幅広い期間で着れるかなと、長く着れるかなと思ったんですけど、本当買ってよかったです。思ったよりももうすごいあったかかったのでたくさん着れそうです。このカラーも初めての挑戦だったんですけど、こうやってデニム合わせも可愛いし、ワントーンで合わせても可愛いんじゃないかなと思ってます。このコーデ可愛い、好きです。このトップスね、マジで優勝しすぎてます。ユニクロで買ったんだけど可愛すぎません？もう一色買いたいもん、買いに行こう。ユニクロだからカラー物いっちゃえということで赤を挑戦したんですけど、ベーシックなカラーも欲しいぐらい使える。形が綺麗なのはもちろんなんですけど、高見えしません？買ってよかった。パチパチパチ可愛いですね。このスタイリングもパンツは H ビューティー&ユースで買ったんですけど、やっぱ今年はコーデュロイに目が行くみたいでこのパンツを買ってしまいました。でもね、ほんと可愛くて着回しもできるし買ってよかったです。秋服はニット帽をかぶりたくなる傾向にあるのかな私。ブラックバイマウジで買ったんですけど、使いやすいしさ、なんかニット帽かぶるの可愛くないですか？あともう皆さんお気づきかと思うんですけど、私がどんだけサンバを履いてるかっていう、これさサンバルックブックみたいになってんじゃないかってぐらいなんだけど、本当に履いてます。そして大好きな OUAT の今季の購入品ですね。マジで買ってよかったこのニットカーディガン、可愛くないですか？カラーといいデザインといい、やっぱり可愛くて大好き、テンション上がっちゃいます。しかもこのねボタンは左右どちらでも開け閉め可能なボタンが8個もついてるのと、ハイネック可能な隠しボタンダウンだったり、シームポケット、背面のヘアポケットとか、胸のミニポケットに、しかもね、サムホールもついてて、こだわり詰まったデザインが本当におしゃれです。はい、最後のルックは、トップスパンツ、これどっちもアリアですね。トップスは、最近花山の中でハマってるパフスリーブトップスね、探してて、可愛いの見つけたので買いました。このパフスリーブは可愛らしい印象になりすぎず、カジュアルにも落とし込めるようなジャガードのトップスと、パンツもねこれ形すごい綺麗で、サイドに入ってるステッチデザインが可愛いストレートシルエットのパンツで、ヒップ周りが綺麗に見せてくれるのと、足長効果抜群でスタイルアップが叶う一着です。このアウターも可愛くて、デニム地とフェイクボアがボンディングしたミディアム丈のオーバーコートです。大きいポケットとか切り替えのラインもすごく可愛いデザインで、ミディアム丈だからヒップ周りカバーしながら防寒対策もできて、たくさん着たいなと思ってます。なんかアウターの着回しルックブックとかもやろうかな。はい、次は絶対に漏れるように頑張るので、またすぐ撮ります。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。